スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ、勝負の行方を見守っています。ガンバ大阪がこの試合は 4-4-2 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、昔から、あるバランスのいいシステムですよね。そうですね、フラット型の場合システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフとの連携が大切になってきますよね、はい、また中央にダイヤモンドを作る形でもバイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、サイド今ファーストハーフキックオフになりました。ガンバ大阪対川崎フロンターレエキシビションマッチが始まりました。やはりこの前半の立ち上がりですよね、はい、ここで自分たちの流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね、落ち着いていきたいところですよね。なるほど、では立ち上がり見てまいります。仕掛けるタイミングを図る、さあ上がる、頭できた、いやレアンドロ・ダミアンピンポイントのクロスに合わせてきました。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のレアンドロ・ダミアンキャプテンマークを背負っています。このボールに触ります。山村、川崎今日は随分と展開の早いスタート、高い位置での積極的なプレーが目立っています。大きく前線へ、ジェジエウこのボールをカットします。ジョアン・シビッチ、レアンドロ・ダミアン、さあ左へ預けて渡ります。